代表世話人、世耕広重速やかな政策実現を求める有志議員の会は日本の議員連盟。略称は速やか議連。自由民主党の中堅や若手の国会議員を中心に結成された議員連盟である。塩崎康久、茂木と清水、世耕広重の3名が共同で代表世話人を務めている。 麻生内閣の政策に批判的な議員が多く参加しており、経済政策を中心に組織的に異論を唱えている。柴山雅彦が議連の会合で我々の提言を党執行部に飲ませるのか、飲まないなら内閣不信任案賛成までやるのかと呼びかけるなど、麻生政権批判を鮮明にする参加者もいるが、代表世話人の塩崎は、 当確運動ではないかという話も出ているが、そういうレベルの話ではないとしている。議連が、補正予算安定室を前倒しするよう要請した、件について、自由民主党税制調査会会長、津島雄二が、敵に死を送るようなことをするなと注意したと述べるなど、批判的な意見も上がっているが、一方では評価する意見も寄せられるなど、自由民主党内で賛否が分かれている。 自由民主党選挙対策副委員長、菅義偉は、党格や新党で動くなど、政権運営を妨げる行動があった場合、同志として一緒にやっていけるか、判断せざるを得ないと述べ、党公認停止も辞さない考えを示した。代表世話人の塩崎康久は、党内の状況を安静の大国になぞらえ、議連に対する圧力は、 言論弾圧に該当すると主張した。議連の参加者は、2008年自由民主党、総裁選挙で、石原信明や小池百里子を支援した国会議員が多いものの、麻生太郎を支持した国会議員らも含まれている。当選回数が比較的少ない中堅議員や若手議員が中心だが、小泉政権、第1次安倍内閣、福田政権で、 国務大臣や内閣総理大臣補佐官、副大臣等の要職を務めた者も参加している。当初のメンバーは20名強だったが、2008年12月9日に開催された第2回会合には48名が参加した。ありがとうございます。